皆さん、こんばんは。そしてね、はじめましてということで、アルパカ太郎と申します。今日はね、群馬から、大洗に行く、モトブログを作りたいと思って、今カメラ回ってます。高速は使わないで下道で、大体4時間かかる予定なんですけど、宿も決めてなくて、もう本当に観光も何するかも何も決めてない、ただね、海が見に行きたいっていうだけの、思いつきで、出発しました。でね、今、時刻が5時46、まだ群馬県です。大体ね、11時ぐらいなのかな、着くのが。お、ペヤング、というわけで、そう、有名なその旅館をね、電話して確認したんですけど、今日全部埋まってて、全部つってもまあ3件ぐらいかかけたの、3、4件。なんかあんこう鍋がやっぱね有名な季節だからね、やっぱ宿がねその日には取れないみたいですね。ということでね、今6時半ぐらいでね、もうまだね、何キロだ、まあ全然群馬のその桐生っていうところぐらいに来たぐらいでね、まだまだね道のり遠いっすね。なこんなでね、まあもう暗くてね、寒さもちょっと辛くなってくる時間かな、まあ、まだ大丈夫だけどね、10時とか11時ぐらいになってくるとやっぱね、さすがにいいです来てでもちょっとね、時たま休んで暖をね取らないとね、きつい感じになってきますね。足利か、一応栃木入ったんだ。とりあえず今ね、佐野を走ってるわけなんですけど、大洗までね、まだ3時間かかるっていうね、出たんでね、あ、でもまだ5度だからな、2度とか3度とかになってくると辛くなってくるんだよな。まだ5度なら大丈夫。手先の感覚がない。桜なんかすげえくねくねしてんだなこれ。はい、道の駅です。茨城入りました。市民の道なりに進みます。はい、了解。ということで、今はもう9時になって、休憩結構ね取ったんでもう9時なんだけどね、あと大洗までだいたい70キロぐらいかな。あー、寒くなって、寒いな本当に。あー、でもボーリング場気がすんな、なんかもう2軒目だな。大洗のちょっと1キロぐらい離れたところかで宿を探すみたいな感じでが一番いいかな。やっぱ飯もな、まあ軽くなんだろうな、おにぎりとかね一つ食べたんだけどね、ちゃんとは食ってないんだよな、まあ、とりあえず続いてなんかな、食べに行くか。まあその頃にはもう店やってないだろうけど、大洗62キロ。62
82キロか、まあ、近いっちゃ近いんだけどね、遠いっちゃ遠いよね。高速乗ってたら近く感じる距離だけど、下道だとね、まあもう夜だから混んでないからそこまでストレスじゃないけど、そう、なんかファミリーマートに泊まったんですけど、あのなんかイートインスペースがねめちゃくちゃ助かった。なんだろう、バイクを見ながら飯が食えるっていうね、そうメットとかだから置いといて平気だったんで良かったっすね。やっぱなんだろうな、やっぱメットとか何ねえパクられたらねシャレになんないからな。いやー今今茨城のなんだ笠間っていうのかな、見えっかな、まあ、笠間っていうところにやっと来ました。もう寒すぎてもうこマジホットなのがないと死んじゃうわ。いや衝撃の事実なんですけど、ここまでねすげえハイテンションでね、あの実況してたんですよ。それがねログが回ってなかったっていうね、なんだかんだね、その大洗まで10キロちょっとぐらいまで来ちゃってね、そうビデオが回ってなかったっていう。とりあえずねもう大洗まで行っちゃって、もうホテルを何かしら探すっていうね、方向で行こうとね決めたんですけど、そうここまで来るまでにね何軒かこうもうラブホテルに泊まろうと思って、そう何軒かねラブホテルなんか夕日があってね、なんかね、もうマイナス2度とかだったんで、いやでもねまだ耐えられる、まだね、そう前にね長野県に行ったんですよ。その時にね、そのね山を舐めててね、まだツーリングそんな行ってなくて、寒気着ないで服3枚でね、マイナスあの時も2度ぐらいだったかな行ったんだけどね、やばかったね、雪も舞ってるしよ、あと10キロぐらいか、まあ、10キロなら耐えられる、これが30だったらちょっときついけど、車線減少もうなんか工事しすぎだよな、高速使えばね2時間で来れる距離のところをね、やっぱ下道でゆっくり来るっていうのは、まあこれはそれでなかなかおつですね、っていうか雪が結構強えな、強くはないけど結構降ってんな、大丈夫かな、あーめっちゃ綺麗、やばい、雪もやばいけど、わー綺麗だな、超綺麗、最高、海、海だよな、それなあ、めっちゃいいな、あ、来た甲斐あったわ、雪がどんどん強くなってきてんな、笑えねえな、とりあえずでももうセブンシーズンに着くから、とりあえずはとりあえずは一段落空いてれば、やべえ指先がやべえ、速えみんな飛ばすね、どこどこ、セブンシーズ信号左折了解です、あこれか、俺らのセブンシーズだぜ、これ
切ですね。了解です。寒い、寒いしね。開いてんのかな。ワオって感じっすよね。すげえなんか作りがね、変わってるホテルのね、広くて。変わってるよね。意外とね、結構こう旅行で泊まるのにいいかもしれないですね。